さて前回の動画どうかな？お、私の動画にしてはたくさんの人に見てもらえてますね。高評価も25、ありがたい。それじゃあチャンネル登録者の割合でも見てみようかな。チャンネル登録、よろしくお願いします。どうも改めましてこんにちは、私だ。はいこんにちは。今回は、チャンネル登録者が 1% しかいない恨みを晴らすべく爆音 M4 使っていきます。見てくれてるだけいいじゃないか。それじゃあカスタム紹介いくぞ。あ、逃げた。今回は M4 なんで機関部だけから始めていきます。サクサクいきますよ。まずはアッパーレシーバーから。この一番反動の下がる MUR ってやつですね。これをつけます。そしたらお次はピストルグリップ。私は見た目も好きな CRALS をつけます。エルゴもバカ上げできるのでね。そしたらストック部分ですね。まずアドバンスドチューブをつけます。そしたらお好きな色の萌えストックをつけます。もちろんパッドもつけますよ。そして今回の M4 は反動も下げてエルゴも高く安くを狙うので 260mbをつけます。そしたらエルゴが3上がるチャージングハンドルをつけて、サプレッサーがなくても反動が下げれるハンドガード、SAIQBR をつけます。そしたら、ガスブロックいきますか。これはまあ一番性能のいいやつつければいいよね。JPGS ボディだな。そうそう。そしたらどこ行こうか。まあバレルでいいよね。このハンドガード専用のバレルら辺につけれるやつがあって、これをつけるとサプなしでも結構反動下げれるんですよね。見た目もごつくていいな。そうそう。そしてバレル部分にさらに ST6012 をつけるとめっちゃ反動下がりますね。そしたらあとはグリップを SE5 つけることでバカエルゴ低反動な爆音 M4 が完成ですね。まあだが一応ここにリアサイトフロントサイトをつけることで2L5上げれるな。あとサイトとタクティカルデバイスはお好きなものでね。そして完成形がこちら。性能はというと、なんと驚異の L591。これは覗き込みものすごく速そうだな。まあでも実際ここまでいらないだろうけどね。まあでも、ここに60連マガジン刺しても L570 くらいだからそう考えると強いよね。確かにそうだな。あ、でもこれは反動も下げて値段もそこそこにしたかったからこうなったけど、一応 M4 には L500 にできるカスタムがあるらしいんだよね。それはロマンの域だな。まあね、でもいつか使ってみたいよ。そして気になるお値段はこちら。メカニックから機関部だけを買えばいいから、カスタム代金は22万円、そして機関部が2万円だから24万円だね。これは、前回の AK と比べるとコスパは良くないな。そうだね、まあ101が強すぎるって感じもあるけど、M4 で L590、垂直反動40でこの値段はなかなかじゃない？まあそうか、でもサプレッサーはついてないがな。M4 はやっぱサプなしはきついかもしれないけど、まあ使ってみないとわからないよね。ということで試写していこう。そして使っていく弾は安定の M855H。まあやはりこの弾だよな。安くて性能は最高クラス。それじゃあやっていきます。まずは制御なし。いやー、いいねこの爆音。敵がすごい寄ってきそうではあるが。まあ、私が全部投げ倒してやりますよ。でも意外と垂直反動40、水平反動100くらいで潜れるもんなんですねー。まあ、そりゃお前いつも AK や UMP 使ってるから高レート武器は慣れないだろうな。まあ確かにそれもそうですね。こんな感じですね。しゃがむと結構反動制御できるようになって中距離の敵も倒せそうですね。いやーこれ思ったよりも反動あるけど大丈夫かな。まあ、結局このゲームアサルトライフルで遠くの敵撃つのは無理だから中距離くらいで諦めるしかないな。そうだよねー。それと最初の反動が結構きついから最初グッと制御してあげると撃ちやすいかもね。ということで安定のカスタムに来ました。そろそろ飽きられそうだが。私カスタム以外で意識して戦闘できないんですよ。練習してもろて。まあそうなんですけど、それにはお金が必要なんでね、どうにか稼がないと。私は知っているぞ、スタッシュに50枚くらいビットコイン隠し持ってることを。いや何のことですかねー。それ売れば一つのマップ覚えてなれるくらいはできるだろ。許してください。あのビットコインはいざという時の非常用のお金なんです。本音は？ビットコイン集め楽しくてつい。でもあの50枚で集めるのはやめます。これからは手に入ったビットコイン売るので。まあそれなら金も貯まるだろ。そうだといいな。それじゃあインテリに多分敵いるので嫁ぎましょうか。あれ？この足音は？まさか下か？いないな。それならそこの医療品がいっぱいあるとこか。よし入った。そしたら詰めていきましょうか。いない。横か。オッケー。ひどいゴリ押しを見た。まあね、持ってるものを生かして戦っただけですよ。でも今の戦い方して弾がなくならない60連マガジンいいね。まあ、その分高いのが欠点か。一つ安くて3万だからねー。それじゃあ足音もないし漁っちゃおうか。それじゃあ何持ってるのかな？あ、これはかわいそうだな。まあ、強く生きるんだぞ。でも結構レベルの割に装備がわかってるね。序盤からスコープをつけた SKS を持ってるのはなかなかいいな。スコープをつけてないだけでこのゲーム難易度が結構変わるからな。
よしよし、アサレタ市建設現場にでも行こうかな。それじゃあ移動しようかな。あれ、今なんかいなかったか。バスの横にいるな。くらえと、この感じ危ないね。これは多分だがパーティーだろうからな。足音的にもやはりパーティーか。あちら側から詰めてきてくれると助かるんだが。これは詰めてこない感じの人かな。やっぱりこれは私から行こうかな。さっきのとこにはいないね。でも足音してないからバスの裏にいるのは確定だろうが、ここはライトをつけて突りますよ。危なすぎ。もう一人後ろから。おっしゃー、喜ぶのはまだ早い。回復だ。やっぱ銃出血止めようとしたらショートカットの配置違うんだけど。これは間に合うか。 M4 が爆音だから逆も怖い。間に合え。おお、体力さん。これはマジで危なかったな。最初の敵やれたと思ったらやれてなかったのがマジで危なかった。てか頭死んだんだけど。これはヘルメット置いて早く帰った方がいいな。弾を弾いても結局ぶつかったダメージで死ぬしね。一ダメでも食らうと死ぬのマジできつい。まあヘッショは結局当たれば死ぬもんだからまだいいだろうな。まあね。とまあ無事全身手術して生き返ったので漁っていきます。 UMP だな。いや足と手に吸われてめちゃめちゃ体力減らされたからなんだと思ったらこいつか。45口径弾は基本的にダメージ高いしな。そうそう、まあ死ななかったからよかったよ。メルドニンを刺してたからギリって感じだよな。確かにそうじゃん。マジでメルドニンありがとう。それじゃ二人目。ほぼノンカスタム HK だな。あ、だから私死ななかったのね。もしもう少しカスタムされてて当てられてたら死んでたな。いや怖い怖い。でもさっき戦い L5 高い恩恵出てなかった。腰打ちでの構えの速度変わるかわからないけど、爆速で構えてくれたおかげで勝てた感じだったし。まあ確かにそう言われてみれば。走っててそこから腰打ちで構えるまでがめっちゃ早い気がする。確かに言われてみると本当だな。いやこれはマジで L5 高くしてよかった。 L5 への信頼度が上がったよ。それじゃあ帰りますか。いや怖いね。頭どんなものが当たっても死ぬわけだし。おいフラグ。まさか、こんなとこに隠れてる人なんていないですよ。は？ナイスー。さ、しかも受けた弾 9×18mm のゴミ弾でしたからね。それって確かハンドガンとかだけしか入れれない弾だよな。そう、正真正銘のゴミ弾に頭抜かれて死にました。まあ、気を取り直してやっていきましょう。いやインテリア建設現場遠いときどこ行けば敵に出会えるんですかね。む？これ敵だ。装備的にナイファーか？それっぽいね。あ、またかわいそうなことをしてしまった。これはさすがにかわいそう。一応インテリまで来てみましたが、走っていったな。これは追いかけるしかない。うわー、これ敵と敵勝ちあったな。これはまた奇襲して終わりになりそうだな。マジで手頃なパーティー来てほしい。まあだがガチガチのパーティー来たら引き殺されて終わりだからな。そうなんだよね。だからマジで難しいって。多分だけど向こう側で回復してるか漁ってるかしてる途中だよね。そこか。これはかわいそう。また私はひどいことをしてしまった。これじゃあ M4 が強いのかどうかよくわからないな。確かにね。まあでもレベル22かならいいよね。お、結構漁ってきてるね。敵を探しに歩き回ってたから、せっかくでかいカバン持ってきてたのに空っぽだったからな。おいしいおいしい。それじゃあしばかれてたかわいそうな人。うわ、また VPO だよ。なんか最近めっちゃ VPO 持ってる人多いな。前回も3人くらい VPO だったからね。まあ、安いスナイパーってだけで需要はあるんだろうな。私としては怖いからやめてほしいよ。おやっと銃声が聞けたよ。もう諦めて帰るとこだったな。いやーこれはぜひとも倒してうまうまして帰りたいな。ちなみにここ筋力高いと飛び越えれます。意外とこういうところ多くて面白いよな。特にカスタムはね。よしよし、敵はどこかな？いたね。うわぁ、思ったよりも跳ねるし思ったより前が見えない。サプレッサーつける理由ってマズルフラッシュ軽減のためがでかいしな。いやぁなかなか難しい。でも倒せてないけど多分削れてるはずだからうまく詰めて倒したい。これ二人いるね。とりあえずグレネード。効果なしかな。出てこないな。これはもしかしたら結構削れてて回復したい感じなのかな。まあそうだろうな。でもこれ入った時敵がいそうな場所が多すぎるんだよな。まあゆっくり索敵しながらするしかないよな。おお、回復してるな。これは情報も手に入ったし手負いなのが分かったから詰めるべきかも。何してるんですか。ま、間違えてクイックリロードしちゃった。それじゃあ詰めてみます。ほらほら、どこだい。
スを撃ってきたが、これ見た感じ下じゃないよな。そうだね、上の階段上がったとこにいそうだから正直詰めて勝てるか。なんだなんだ、降りてきたのか。あれ、これ脱出の方に逃げてない？走っていってるな。これは追いかけるしかないでしょう。ここからは見えないのね。ここか。いないな。これは脱出したと見せかけて草むらに隠れてる感じか。一旦ワセリンをなめなめしてから出てみよう。よし、多分草の音がしてたから左の草むららへんにいるから走って索敵して倒そう。いた。ライトつけてファイヤー。おし。正直最後は雑になってたが、まあ勝てたしいいか。それじゃあさっさとあさって帰りましょう。でも二人いたのにいないけど、どうなったんだろうな。いやほんと、この人がおとりで後からズドンなんてやだよ。とりあえず建物の中見てからあさろう。中見てたらなんか死んでました。これ位置的にグレで飛んだのか。タグ見たら私がグレで倒したって書いてたね。いやまさかグレで倒せるとは。よしよし、普通に美味しいね。それじゃあもう一人もあさりに行こう。なんか怖いけど、まあ大丈夫だよね。武器は AK ですか。お、見て見て、もアーマーをボロボロにしてる。さすがにあの連射速度で M855AH を撃たれればそうなるよな。溶けるの早すぎて4アーマーかと思ったよ。さすが M4 といったところか。いやー最後に M4 の強さを見せれてよかったよかった。てかこの人燃料持ってるね。これはバッグいっぱいにして帰れそうだね。こんな感じか。結構圧縮もできたし、燃料や土管も手に入っていいね。うわ、筋力エリートなのにすげえ遅い。まあその分物資大量だしよかったな。ダメだね。は？草。マジかよ。まあどうにか頑張って走るしかないか。よしよし、ようやく脱出地点だよ。今回は頭抜かれなくてよかったな。いやマジでさっきのは泣いたよ。まあ今回がうまかったからさっきの装備代くらいは出たと思うよ。それじゃあ今回はここまで。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でー。